おはようございます。今日は2019年の、8月の7日だよね。今日7日だよね、7日です、ここは山形県白鷹町、元国鉄長井線、現在は山形鉄道フラワー長井線、その終点の駅荒戸駅の近く、私の友達佐竹くんの家に今日は泊まらせていただいておりまして、ご飯をね炊いてもらいました。これはね私からまあ本当こんぐらいしかお礼してないんですけど、泊まらせてもらった、お礼なんですが、山形の出汁を昨日マックスバリューで買ってきまして、こういうやつね、上にかけて食べるんですが、ちょっと私ね最近ウリ科アレルギーは花粉症のせいで発症したので少なめにしてますけど、昆布、きゅうり、ナスなどをこのように混ぜてですね、さっぱりとした味付けに、したものです。めちゃくちゃ美味しい。これなぜかね、出汁じゃなくて山形の出汁っていう言い方をするんですけど、佐竹くんは食べたことがなかったそうですが、美味しいでしょこれ、うん、うん、結構ね、そう、山形に来た時しか私も食べないんですけど、でも美味しくてね、食べたくなっちゃいます。なんたってアレルギーなのを押して食べるぐらいですか。まあ、こんぐらい平気なんですけどね、今日もよろしくお願いします。昨日渡った最上川、今日もまた渡ります。これが最上川橋梁。もともとは東海道本線の木曽川にかかっていたもので、新しい蒸気機関車を通すときに、ちょっとこの鉄橋はもう重さに耐えきれないからやめようと、交換をしたものです。日本で一番古い鉄橋として使われています。昨日乗れなかった阿寺沢線にも、その時東海道線で使っていた鉄橋の半分の行き別れが残っていて、両方合わせて日本で一番古い鉄橋です。今日の予定は米沢に着いたらご紹介します。この今泉駅から JR 東日本に乗り換え、ここまで620円かかりました。今泉から米沢までは30分。今日は時間が余っているので、これでちょっと米沢までぶらり立ち寄ることにしました。米沢市の3方向ぐるりと米坂線が取り囲み、市街地の外側を舐めるように見ることができます。まあ、中心部は見られないんで、外側だけで見てもしょうがないんじゃないかという気がするんですけど。米沢に着きました。視聴者の方が乗ってられまして、いろいろと教わったんですけど、山形県内で一番暑いのがこの米沢なんだそうです。この米沢で1時間ほどあります。今日の予定をお話しします。今日はですね、この米沢から、さらに、まず一旦まあこの米坂線を戻りまして、そして、新潟県の坂町、それからさらにまた逆戻りするような格好ですが、日本海側、また庄内地方を、この間行った鶴岡方面にまた少し戻り、村上、そして、海の綺麗な月木というところに行きます。その後は上越本線を南下して、キラキラ上越号で新潟へ。今日はこのような予定です。よろしくお願いします。山形新幹線のすべての列車が停車する重要な駅、米沢の名物は松阪牛と並ぶブランド牛、米沢牛のお弁当ですが、毎度そうなんですけれども、お弁当屋さんが2つ並んでおりまして、手前のこの牛肉ど真ん中って書いてあるのと、この奥のね、なんとか道場とか書いてありますけれど、2つこの売店があるんですよ。で、売店におじさんが立っててですね、どっちか片方からしか買えないじゃないですか。どっちの売店もまあ大抵親切でいいんですが、片方から買ってもう片方からは買わない、もう片方のおじさんは当然用がないお客さんに対して話しかけるわけありませんので、無言、なんとも毎度気まずい買い物になります。これが米沢駅の醍醐味。米沢藩の城下米沢ですけれども、残念ながら城下町が多分完成してたからですかね、町の中心部米沢城、そういったところまで鉄道が入っていくことはできませんでした。なので最寄り駅はいくつかあるんですけれども、上杉神社、米沢城址、その後までは米沢駅から300円で自転車を借りていくのがいいと思います。1時間あれば行けますが、ただ先に言っておくと1時間では少々厳しいです。はい、ここが米沢の中心、上杉神社、観光客も多いです。本日は平日ですが、暑い中皆さん大変、私も大変です。鯉がいるんですよね。米沢の名物は鯉です。黒いのが多いですが、ちょっと色のついてるのもおります。米沢駅から10分で着いたとはいえ、やっぱり時間はありません。あと30分で駅まで戻らなければならない、その忙しい時ですが、10時になりましたんで、今ですね再生数の確認だけパッと済ませようと思います。
その表示の間、この鯉ですが、もともと米沢藩が江戸時代困窮してもうお金がない、これはもう米沢藩やめるしかないだろうみたいな幕府に言われていた時に、この米沢藩を立て直した名君上杉鷹山公が、ここで、お金を作るために始めた鯉の養殖、それが現在まで続いているそうです。さて再生回数、はい、おじさんに写真撮ってくれるって言われました。撮りましたけど、再生回数8万7千なので、今日の予算はですね、また再生数増えまして1万7千円ということになります。ちょっと多すぎて張り合いがないな、貧乏旅行って感じじゃなくなってきたぞ。鯉もパクパク、余った金でお前らに餌やってもいいのですが、まあ、残念ながらここに餌がありませんので、そういうことはできません。こんだけの状態が続くようだったら予算の切り下げを、レートの切り下げを検討しますが、まあ、ただね、ちょっとこれ初回ボーナスみたいなところはあると思うので、ちょっと1週間程度はこのまま私も倹約を続け、お金を貯めたいと思います。この上杉鷹山さんについての話もしますが、ジョン・F・ ケネディも尊敬する日本人に挙げたほど有名な人で、有名な言葉もありますね。なせばなる、なさねばならぬ、何事もなさぬは人のならぬ、なさぬなりけり、違う、ならぬは人のなさぬ、なりけりだったと思うんですけど、やればできるし、やらなきゃ何もできねえぜ、お前ができてねえのはお前がやってねえからだよって、要はそういう、ね、ことなんですけど、まあ、倹約してですね、うまく財政を立て直したのは立派だと思うんですが、ね、高学歴の人とかに多いんですけども、あの人が成功してないのは、全然こう勉強とか努力をしてこなかったからだみたいな人いるんですが、世の中にはね、努力してもできない人っていうのがいるんですよね。だから全然その言葉は、まあ、それは何も努力しないで不平不満言ってる人が多いのはわかりますが、どっちかっていうとそればっかり推し進めるのもどうかと私は思いますけどね。ならぬは人のなさぬなりけりという言葉が真実ではないからこそ、政府の政策として富の再分配というものが行われており、また私たちもそれに納得をするわけです。まあ、しかし別に私はこの上杉鷹山さんがそんなに悪い人だとは思いませんけどね。むしろそんな財政で、ね、立て直すためにいろいろと倹約などもし、自ら率先して倹約し、天明の飢饉が発生した時には餓死者を全く出さなかったと伝えられています。天明の飢饉ってね、相当とんでもないことになったらしいですが、本当に出なかったのか分かりませんが、すごいことだと思いますよ。ちなみに伊達政宗公生誕の地ってありますけど、ね、いろいろお国会がありまして、まあ、皆さんもね、大河ドラマとかでご存知かもしれないですが、上杉家というのはもともと明日行くのかな、新潟県西部上越地方直江津あたりに行ったわけですけど、それがですね、信長に滅ぼされそうになり、危機一髪、ギリギリのところで信長が自爆しましたんで、つまり本能寺でもう来なくなったんでラッキーと思ったら、結局ですね、その後関ヶ原の戦い、豊臣方に、着いた後関ヶ原で西軍になったもんですから、戸様大名ということでお国替えになりまして、そんで、米沢に、移すことになったそうです。しかし本当にさっきも聞いたように、この米沢市今暑さを極めているところです。まだ朝の10時ですけどね、もう自転車もちょっと止めておいただけですが、サドルがもう暑くて暑くてたまりませんので、まあ、人から借りてる自転車レンタサイクルですけど、かけても文句は言われないでしょう、こんぐらいね。この鷹山公が息子に家督を譲るとき、伝国の辞というものを書いて渡しました。その内容は基本的に、領民といえばいいかな、領民は、藩のものではあるが、領民は私のものではない、だから、領民を私物化し、領民を自分のために働かせるのではなく、領民や藩のために働く藩主でなければならないということで、まあ、今の民主主義に、ね、かなり通ずる考えなわけですけれど、それがですね、上杉家代々受け継がれ、江戸時代の終わりまでそれは続いたようです。そんな封建的な時代に民主主義の基本を見出した人だからこそ、政治家で最も尊敬する人は上杉鷹山だと、ここに書いてありますけれども、ジョン・F・ケネディ大統領も言ったんでしょう。で、米沢駅に戻ってきました。自転車は2時間まで300円、こんなの書いてあった。米沢の味 ABC アポービーフカープやりましょうね、多分発音違うから。東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は坂町行きの湾岸列車です。坂町まで各駅停車いたします。米沢から深い山を越えて小国、この小国は白い森の里とかいうキャッチコピーで売り込んでいます。白い森というのはブナのことです。ここでそれなりの規模の町になりますが、またすぐにこれを越えて深い山に入ります。これより新潟県、新潟と山形の県境、それだけでも山深さを想像できるでしょう。山深い米沢線の景色は素晴らしいのですが、しかし夏場のこの景色はね、割といろんなところで見られるような類型のものかなと思います。それよりも米坂線の景色が素晴らしいのは冬です。
冬の全国有数の豪雪地帯、ものすごい雪の中、川は脇で凍らずに流れていて、その川と雪だけの世界が何とも素晴らしいものです。今通過しているこの鉄橋ですが、1940年ここで雪崩が起きまして、こっちだったかな、そして、鉄橋を破壊してしまったんだそうです。そこへちょうど気づかずにやってきた列車が鉄橋から真下へ転落、一番後ろの車両以外は全て下に落ちてしまい、十数名の死者を出したということです。新潟県に入りました。あれは新潟行きの列車なんですが、見ると冷房の水がすごいですね。やっぱり暑い。でも日本海からの風が吹いているからか、駅のホームで待っている分には苦痛ではありません。村上の名物は鮭です。上にずらっと吊るされているのは本物ではありませんが、毎年12月から、春の初め頃にかけて鮭の塩引きっていうんですけどね、上から、鮭の実物を吊るすということもやっています。村上藩はもともと特産の鮭を売って栄えましたが、江戸時代の中頃になると鮭の漁獲量が急激に減ってきてほぼゼロになったそうです。これではまずい、何とかして増やせないものか、いろいろ考えた結果、鮭がもしかして自分の生まれた川に戻ってくるのではないかということを仮説を立てて、実際に川で鮭が繁殖をしやすいように諸々の整備をした結果、鮭の漁獲量がまた元通りになったという話があります。このやり方を自然孵化繁殖というそうですが、その発祥がここ村上です。お昼ご飯は名物の鮭にしましょう。お昼ご飯名物の米沢牛でもよかったんですが、米沢牛はちょっとね高いですし、私はどっちかっていうと牛肉よりは鮭の方が好きです。ちなみにここ村上も村上牛が名物になっています。駅近くには食堂があんまりないんですけど、値段がわからないんで怖いですが、大衆割烹って書いてあるからな、鮭料理とも書いてあります。鮭が出てくるのは間違いなさそうです。大衆だから大丈夫でしょう。ですね、すごく良かったですよ。びっくりした。1100円というなかなかの、いい値段ではあったんですけども、それぐらいであればダッシュも今日は問題ありませんので食べましたが、鮭の焼き付けが標準で出る、それから、あら汁と、松前漬けと、あとお刺身、内容はね若干の変化は毎日あるということでしたが、おまかせ定食が1100円で、普通鮭の焼き付けが500円ぐらいして、松前漬けも多分500円ぐらいして、あら汁も寿司屋で食べ300円ぐらいするじゃないですか。でそれからお刺身も500円でしょ。それ500全部考えたら1700、800円ぐらいになるのかなと思うんですけど、それね波とか行って1100円、安かった、よかった。あそこは駅からこんなわけで近いですから。今回ねちょうど村上駅で、50分ぐらい乗り継ぎの時間があったんですけれども、その間にあそこ行ってみることを強くお勧めします。接続列車上越本線、またこのディーゼルカーかって感じですけどね、海の観光に行きますよ。ここは上越本線の桑川駅です。道の駅笹川流れと併設していて、レンタサイクルがあるって言うんですけど、本当にあるのかどうか、なんか公式の情報がなくてね、聞いてきたんですが特にそういうことはやっていないそうです。確かに道の駅みんな車で来るところで自転車を貸しても大して意味はないだろうなと思うので、その点は納得しています。ここは笹川流れという景勝地で、日本海の海が美しく見られるところは数多くありますが、それらの中でも特に群を抜いて素晴らしいとされるところです。庄内地方、山形県南部と新潟県の北部、越後地方にまたがっています。自転車を借りてこの素晴らしい海岸線を行こうと思ったんですが、結構風が強いのでそれなりに暑さは耐えられそうです。だから歩いて回るのもいいかもしれません。奥の港からは遊覧船が出ていて1000円で乗ることができます。あれに乗れば素晴らしい景色を簡単に楽しむことができ、暑さも知ることはありませんが、実は前に私も6月ぐらいの時に乗ったことがというか、ついこの間乗り、皆さんにですねその写真もまだご覧に入れていないので、手元にデータもありますから、撮影のために乗るという必要すらないわけです。今皆さんに多分お楽しみいただいているこれらの写真がありますんでね、もう十分でしょう。今の時期の名物といえば何といっても岩牡蠣、生の牡蠣です。ちょっと怖いので私はやめておこうと思います。そんなに私は好きではないんですが、あれを好きだという人の気持ちは分かっているつもりです。
この笹川流れの全長は11キロほどありまして、まあ、やることもないんで駅周辺ブラブラするよりはと、隣かその次の駅ぐらいまで、まあ、5キロぐらいかな、10キロはちょっと動画歩くことにしました。ここは遊覧船の乗り場なんですが、それにしては飲み物が足りないと思い、こんなものまで こうありましたんで、これ2本自動販売機で買ってきて、合計 1.5 リットルの水、こんだけあれば大丈夫でしょう。そしたらね、イカをぐるぐる回して干してましたんで、まあこれ買ったしいいかな、写真も撮らせてもらったわけです。最近晴れが続いています。美味しいイカになるでしょう。駅を出てからもう30分ぐらい歩いていると思いますが、全く時間も気にならないし苦にもなりません。本当にものすごい交通の難所であることがよくわかります。トンネルを抜ければまたトンネル、岩と岩の間、これもし昔ねなかったらこの岩のところをこう飛びながら行ったわけでしょう。昔の人は大変ですよ。今歩き出して40分だと思いますが、あれが遊覧船です。この暑い中歩いていくのはかなり大変なことです。ですからまあああいう風にみんな乗っていくのも当たり前。遊覧船の乗り場までは駅から歩いて15分ぐらいです。カモメがついてきて、カモメの写真を撮るにも面白い乗り物だと思います。途中トイレに行きたくなっても海水浴場併設のトイレがあるから大丈夫だと思います。しかし目の前にメガネ岩というものがあるはずですよね。メガネ岩公衆トイレ、そんなものは見当たりません。どうも昭和の時代に地震で壊れてしまったようです。風はなかなか強く吹いていて、そんなに暑いとは思いません。もう飲み物も3本あるから全く問題なく無限に歩けそうです。牡蠣などの二枚貝は汚い海、様々な栄養が紛れ込んだ海の方が美味しくなると言われていますが、こんな綺麗な海で牡蠣が名物になるってのはすごいことですね。どっちもいいとこ取りってわけですよ。この打ち寄せる波のこの様子を見るだけでも本当に涼しくなります。いいですね。自転車とか乗らなくて正解だったかもしれない。むしろ自転車の坂道がきついですから、登ったり下ったりでね、かえって面倒なことになったな。シャツももう別にきちんとした格好をしたくてスーツ着てるわけじゃありませんので、もうこんな風に上げっぴろげで行きゃもう怖いもんなしですよ。そろそろ特急電車稲穂号が来るみたい。せっかくだからカメラ持ってるんで撮影してみたいですね。でここにですね、先人たちが築いた道があるんですけど、これは鉄道の写真を撮る人たちが作った道です。これを登ろう。すごいよね、電車の写真撮るために。おっと、私がイメージする上津本線はこれです。さてじゃあ崖から落っこちないように帰らないとな。うわ結構怖いぞこれ。こういうところを持って漆の木があったらかぶれるわけですけど、みんなここでかい三脚とか何キロもする機材とか持ってくんだから、怖いな。列車の時間が迫ってたんで行きは一心不乱に登りましたが、革靴着ちゃいけないところですねここは。当たり前かそんなの。登るときは良かったんだけど崩れる。しかも漆の木が生えてるもんで不用意に捕まると手がかぶれてしまう。でも安全のためには仕方ないけど、ああどこに捕まる、これか。いやいい景色で多分いい動画になったと思うんですけど、降りてくるときにね滑落もしちゃいました。まあそんな言うほどひどい滑落じゃないですけど、手もドラだけになりましたが、問題は服ですね。こんなかっこいい切ったスーツのやつが乗ってきたらなんだって思うかな。おーなんだ、もう一本列車が来てたのか。もうちょっとだけ待てばよかった。今ブワーンと鳴らしてくれたのでそれで気づきました。何にせよこれだけでもいい景色だと思います。本当にもうずり落ちてこないといけないぐらいに蜂がいっぱいいまして、すぐ抜けないといけなかったんですよ。だから滑落したんですよね。滑落刺されるよりはまだいいかなと思ってズワザワザワザワと降りてきました。帰りはこの今川駅からです。歩いてきて駅の最寄りが変わってしまいました。一つお隣の駅まで来たということです。なんか列車が来たな、貨物列車、懐かしい。正直焼け石に水だとは思うんですけど、こんな泥だらけで列車に乗ったらね、他のお客さんに悪いんでなるべく洗おうと思うんですが、こんなんじゃダメだよな。てかこんなびちょ濡れで列車に乗るのもどうなんだろうな。
どっちがマシなんだろうか、ちょっと分かんなくなってきましたね。てかこれじゃあ他のところに絶対汚れが広がるだけで落ちっこないんだけどな。あーワイシャツもこんなになっちゃったよ。まあ、正直私自身は別にどうでもいいんですけど、こんな茶色くなったぐらいね。でも他のお客さんがな、こんなやつ乗ってきたら嫌だろうな。でもしょうがないんですよね。まあ新潟に着いた後もどうするかな。うー、とりあえず服も着てなくて体も汚いっていうのは最悪だと思うので、上着だけはビシッと着ておくことにしました。一旦新潟とは逆方向に進みます。これはこの後乗る新潟行きの快速列車がさっきの今川駅には止まらないためで、停車をする富谷駅まで移動する必要があるからです。さっき高いところから見下ろしていた大岩がこれです。なんだっけな、蓬莱岩とかそういう名前がついているそうですよ。自分が苦労して歩いた道をいとも簡単に過ぎ去ってしまうんだから、やっぱり鉄道は偉大です。もちろん自動車もそうです。ああ富谷駅の待合室は最高だ、涼しい。各駅に停まります普通列車新潟行きご利用のお客様、2番線から17時45分の乗り換えです。お降りのお客様、皆様のまたのご乗車をお待ちしております。本日はご乗車くださいまして誠にありがとうございました。まもなく終点の新潟に到着いたします。5番線に到着いたします。お出口は左側。